それでは、お尻の殿筋を、ストレッチする、脳科学ストレッチをお伝えします。でお尻の筋肉は骨盤とつながっていて、片足出しになった時に、バランスを取る筋肉になります。でまず手を後ろについていただいて、足を4の字にします。で膝の上に足を乗せていただいたら、背筋を丸めないでまっすぐします。この状態で伸ばした膝は曲げていきます。で、できるだけこちらの膝は倒れる範囲で倒してください。で近づけていただいて、この時丸まりやすいのでしっかり背中を反らしてまっすぐにしておきます。このままピーンと張った状態があるところ、痛くない範囲で止めてください。そうしましたら4の字になっている足を下にダラーンと下ろすイメージを入れると一気に筋肉緩みますので、その状態で10秒キープします。はい、もう一度いきます。足を乗せて背筋を伸ばして膝を曲げていきます。はい、足を下にダラーンと下ろしたイメージを入れて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側をいきます。4の字にして膝を曲げて背筋はまっすぐです。4の字にした足を下にダラーンと下ろすイメージを入れて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。さっきより柔らかくなったら少し近づけてください。近づけすぎて痛くならないように気をつけてください。足を下にダラーンと伸ばして背筋まっすぐです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。4の字にして膝を曲げて背筋をまっすぐして、はい、足をダラーンと下ろして10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト3セット目いきます。4の字にして膝を曲げて背筋を伸ばして足をダラーンと下ろして10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト反対です。背筋を伸ばして4の字の足をダラーンと下ろして10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。これが、お尻の、脳科学ストレッチになります。次は、ここ付け根の、腸腰筋のストレッチを行っていきます。これも、骨盤についている筋肉なのでバランスをとってくれる筋肉の一つです。まず、片足90度にして後ろも90度にします。で後ろの足を後ろにずらしていっていただいて、膝のところに肘をかけていただいて頭を下に向けます。頭を下に向けることによって骨盤が後ろに後傾を維持してくれます。これを維持した状態で付け根を下にダラーンと下ろすイメージを入れて、そうすると筋肉緩んだ状態が作れます。痛くない範囲でキープして10秒です。はい、もう一度いきます。90度になっての足をちょっと後ろに下げて、はい、ももに肘を当てて頭を下に向けます。付け根を下にダラーンと下ろして痛くない範囲で突っ張ったところでキープです。10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対側いきます。はい、ももに膝を当てて頭を下に入れて反対側の付け根を下にダラーンと下ろすイメージを入れて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。
下を向いて付け根を下にダラーンと下ろすイメージを入れて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。下を向いて付け根を下にダラーンと下ろすイメージを入れて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト3セット目です。頭を下に向けて付け根を下にダラーンと下ろすイメージを入れて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト反対側いきます。はい、下を向いて付け根を下にダラーンと下ろすイメージを入れて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。こちらの、付け根を伸ばすのが今の腸腰筋の脳科学ストレッチになります。で、だんだんこう緩んでくると後ろの足が遠くに少しずつずらしてあげたり、下にしゃがむ、度合いがちょっとずつ下がってくるようになってくれます。で、痛くない範囲でぜひ行ってください。次はここ大腿直筋の、筋肉のストレッチです。これも骨盤とくっついている、筋肉の一つであったり、ボーリングの時ふっと耐える時に使う、筋肉の一つです。ここが硬くなってしまうと耐える時にぶらついたりしてしまうので、クッション材としてしっかり機能するためにも柔軟性を作っておきたいところです。で、やり方としてはまず普通に立っていただいて軽く両膝曲げていきます。で、バランス取りづらい方は何か捕まりながら行ってください。で、足の甲を持ち、軸足より、膝を後ろに引いてください。引くことによって大腿直筋というところが、伸びてくれます。次、イメージです。かかとをお尻につけるイメージでスーッと引き寄せて、10秒キープです。この時背中丸めないでまっすぐで頭を下に向けて骨盤を後傾させた状態を維持します。もう一度いきます。足の甲を持ち、膝を軸足の膝より後ろに下げて、かかとがお尻につくイメージでスーッと引き寄せ、頭は下を向いておきます。10秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。足の甲を持ち、膝が軸足より後ろに下げて、頭を下に入れていきます。はい、かかとをお尻につけるイメージでスーッと引き寄せ、10秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。頭を下に向け、膝を軸足より引いて、かかとがお尻につくイメージでスーッと引き寄せ、10秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。下を向いて軸足より引いて、かかとがお尻につくイメージでスーッと引き寄せ、10秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト1セットずついきます。はい、下を向いて膝を引いて、かかとがお尻につくイメージでスーッと引き寄せ、10秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト反対側いきます。頭を下を向いて膝を引き寄せ、かかとがお尻につくイメージでスーッと引き寄せ、10秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、で、バランスをちょっと必要となるので、なんかバランス取りづらい方は何か捕まりながらやっても全然 OK です。ぜ
ぜひ、10秒3セット行って、腰方形筋という腰の横の筋肉のストレッチを行います。これは骨盤と肋骨をつないでいる筋肉で、体のこう横の左右の動きを作ってくれる筋肉です。ここの筋肉が硬いとバランスがやっぱり悪くなってしまうので、しっかり柔軟性を上げていきたいです。やり方としては、こう親指の先端、爪の部分のところをもう体の真横に、こう軽く押し当てるだけで大丈夫です。で、押し当てていただいたら、足をちょっとこう肩幅よりちょっと広めに開いてですね、でこのまま、右に倒して、左に倒して、もう軽く押さえるだけで大丈夫です。でそのまま、左右に10回倒していくんですけど、お尻が出ないように気をつけてください。骨盤は固定したまま、ここの親指を支点にして体を左右に倒していきます、はい、では行ってみたいと思います。親指の先端、腰が体の真横ですね、軽く押していただいたら10回左右に倒します。しっかり伸びてどこを横に倒すのがすごい楽になってきてくれます。次2セット目いきます。親指の先端を当てたらいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、休憩します。ラスト3セット目です。親指の先端、もう爪を当てるイメージですね。真横から押していただいて、はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。これ親指を当てる位置、最初真横でやってたんですけど、あ、なんかここの部分柔らかくなってきたなとか、あ、親指がちょっと入りやすくなったなと思ったら、ちょっと後ろにずらして硬いところを探しながらやっていただいても大丈夫です。今度は、太ももの、裏側の大腿二頭筋の、ストレッチ、脳科学ストレッチを行っていきます。はい、で足を伸ばしていただいて、つま先を上に向けます。でこの時、次重要なのが、骨盤が後ろに倒れてると、これどうやっても骨格上前に倒れて裏側が伸びないので、骨盤をしっかり立たせます。で腰を反らした状態のまま、斜め上を向いた状態で前に倒れていきます。でこの時に、裏側が硬い方は骨盤がどうしても倒れてしまうので、そういう方は膝を曲げていただくと骨盤が立ちやすくなります。立った状態でちょっとずつ足を前に伸ばしていって、この状態で骨盤が立っている状態のところでキープします。そこから前に倒れていくと、ももの裏側が伸びやすくなってくれます。はい、それではいきます。つま先を上に向けて骨盤を立たせます。のすねか足首持っていただいて、ここからちょっとずつ前に出していきます。で骨盤が立ってる状態の範囲で前に倒れて10秒キープです。で体を下にダラーンと下ろすイメージを入れて、痛くない範囲で突っ張り感を感じるところで10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、一回休憩します。休憩するとき、手を後ろについていただくと筋肉の脱力が、一層入りやすくなります。はい、もう一度いきます。つま先を上に向けて骨盤を立たせて、足のすねか足首を持って、体を下にダラーンと下ろすイメージを入れて10秒キープです。この時もこう下を向かないで斜め上を向いていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、休憩します。はい、
ラスト3セット目いきます。つま先を上に向けて骨盤を立たせ、足のすねか足首を持ちます。この時に緩んでたら膝をもうちょっと伸ばしても大丈夫です。で体を下にダラーンと下ろすイメージで前に倒れ10秒キープです。はい、OK です。でこれ、左右の硬さが違う場合は片足ずつこう折り曲げた状態で片足ずつやっていただいても大丈夫です。バランスが硬さが違う方は片足ずつぜひ行ってみてください。それでは、胸椎と、肩甲骨の柔軟性を上げる、脳科学ストレッチいきます。結構こうボウリングで投げる時など腰をひねったりっていうイメージがあったりもするんですけど、それよりかは腰をひねるっていう動作って実はあまり骨格上ないんですよ。胸椎の部分はひねる動作って実は腰椎のところはあまりひねる動作って可動域自体がなくて実は、胸椎の部分になります。でそこの部分をしっかり動かせるように、動的なストレッチ、これがファンクショナルストレッチっていうものになります。ではそれを行っていきます。まず仰向けに寝ていただいたら膝を90度にして横にひねって倒していきます。この時膝を地面にくっつけておいてください。くっつけることによって骨盤と、腰椎が固定されます。で固定されたら、天井を向いたまま手を胸つけから大きく上にバンザイして肩甲骨を寄せる意識を入れて下に下ろしてきます。で大きく円を描いてまた戻してきます。繰り返します。ここまで来たら肩甲骨を寄せて下に下ろしてきます。そうです、10回回します。肩甲骨を寄せて下ろして、これでちょっと手右と左で回していくと回し方の感覚が全然違ってくると思います。では反対側を行ってみます。膝を90度で膝をくっつけちゃいます。で浮きそうな場合は手でこう押さえちゃってください。手を肘を伸ばしてバンザイをして肩甲骨を寄せながら後ろに回していきます。肩甲骨を寄せる意識が重要です。10回です。はい、そしたら左も回してみてください。これで左右緩んでるなって思ったら1セット目でも大丈夫です。でもまだちょっと硬いなっていうのがあったら2セットまたは3セットまで行ってみてください。はい、では、体幹を、しっかり固定させる、トレーニングを行ってきます。この時のトレーニングのすごい重要なポイントはお腹をへこますっていうことです。このへこますって動作で腹筋の力がキュッと縮まって体幹を固定します。体幹を固定した状態で
肩関節が動いたり股関節が動いたりって言ってしっかり分離して動けるように作るのが体幹のトレーニングになります。それのまず基本的な動作をやっていきたいと思います。肩の下にしっかり肘を入れていただいて足を伸ばします。この時に、耳、肩、腰、膝、くるぶしが一直線になるようにします。丸まりすぎたり反りすぎたり、しないように気をつけてください。ではお腹をへこましてキープします。頭も下向かないでまっすぐです。30秒です。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、OK です。ポイントは、耳、肩、腰、膝、くるぶし、この3、この点を結ぶ、直線をするということと、お腹をしっかりへこますということを、しっかり意識してください。これを、30秒3セット行ってください。はい、では体幹トレーニングの、次は、横の部分です。横の部分をトレーニングする方法は肩の下に肘を置いていただいてしっかり足を伸ばしていきます。この時に、一直線に体がなるように腰を上げてキープします。上がりすぎたりこう降りたりくねってないようにまっすぐを意識していきます。で、重要なポイントはお腹をしっかりへこました状態をキープするということを行っていきます。よくあるのが頭が下向いちゃったり上向いちゃったりするのもならないようにまっすぐキープを、してみてください。はい、それではいきます。足首90度に曲げて肩の下に肘を置いて、はい、持ち上げます。このまま30秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。で、ポイントは体をまっすぐするということとお腹をへこますということ、この2点をしっかり、意識してキープをしてみてください。はい、では体幹トレーニングの、今度は、後ろの部分です。腰の部分とお尻の部分に、刺激を入れて体のバランスをとる体幹トレーニングを行っていきます。仰向けに寝ていただいて、膝をすねが垂直になるぐらいまで曲げていきます。この状態で片足をまっすぐ反対側の膝と同じ高さぐらいまで伸ばしていきます。このままお尻を持ち上げて、体がこう横に傾かないようにまっすぐしてキープです。このまま、30秒キープいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、OK です。ここでのポイントは、体がこうひねらないようにするっていうことをしっかり意識をしてみてください。ひねってしまうとこれバランスがしっかり自分で維持できてないってことですんで、とにかく骨盤をまっすぐする、ここをしっかり意識して行ってください。はい、今度は
尻と太ももをしっかり刺激を入れて、体の体幹を鍛えていくフロントランジというのをやっていきます。でボーリングでよくある動作が、投げた後片足立ちになってキープをするっていう動作があります。この時に使うのがお尻と太ももになってきます。でフォームとして、まず肘をこう90度にして、肩の前に肘をつけて手を組んでいきます。こうやって体幹トレーニングでやった時のうつ伏せの時のフォームになります。これをキープしてお腹をへこましていきます。これが体幹トレーニングの時に行ったフォームになります。これをキープした状態で片足を前に大きく出して、膝がつま先より後ろになった状態でしゃがんで、で戻します。この時重要なのが、勢いで全部やってしまうのではなく、一回ついてしゃがんだらぶれないようにキープをしたのを確認してから押し返す。勢いで1ってやらないように、一個一個確実にぶれないってことを意識して行っていきます。はい、では10回いきます。1 2 3 4、お腹へこまします。5 6 7 8 9 10。はい、 OK です。これ左右やっていくんですが、ポイントとしてはお腹をへこますことと体がぶれないように行っていくっていう、この2点をしっかり意識してやってみてください。はい、今度はバランスをしっかりとっていく体幹トレーニングの一つで、スタンディングバージョンを行っていきます。少し難しくなっていくんですが、立っていただいたら膝を軽く曲げていただいて片足立ちになります。この時重要なのが、うつ伏せになった時の体幹をトレーニングのフォームを取っていくので、お腹をしっかりへこますっていうのを意識してください。お腹をへこまして体幹をしっかり作ったら、膝を曲げて片足上げます。はい、この状態で上げてる方の手を前に出して、自分のつま先をタッチしたら起き上がります。 できる方はずっと足は上げたままで繰り返します。ちょっと難しいなって方は1回か足ついちゃって大丈夫です。これを10回行います。ではお腹をへこまして、軽く膝を曲げて足を後ろに出します。手を前に出し、よーいスタート。つま先タッチで起き上がる、つま先タッチで起き上がる、5 6 7 8 9 10。はい、 OK です。この時にも重要なのは、お腹をへこますっていうことと体がぶれないようにするっていう、この2点をしっかり意識して行ってみてください。